いやーもうね、これもう個人的なことを言わせていただくと、はい、私この選手大好きです。はっきり言って、はいはい、もうハートをわしづかみされております、うん、そんな方が今日ニコプロにお越しいただいたということで、私は相当今ですね、高ぶっております。初出演たぎっております。はい、というわけでございまして、ゲストをご紹介いたします。プロレスリングフリーダムズ 1.3 新木場大会で盟友正岡大輔と KFC タッグ王座を、まあ一回返上したものをもう一回元に戻したということでございまして、はい、無敵のタッグ、チャンピオンロードを、築いておりますビオレットジャック選手にお越しいただきます。イエーイ。こんばんはでございます。こんばんは。ジャックさん日本語うまいっすね。いやそんなことない本当に。いや普通に普通に受け答えしてるじゃないですか。いやちょっと難しいね今、いやでも嬉しい。今日初めてニコプロ、いやちょっと緊張する。でもありがとうございます。ありがとうございます。お会いできて光栄です。いやいやありがとうございます。いやもう初来日の時からもうずっとあの見させていただいて本当に、ありがとうありがとうございます。なんでここにビールがあるんですかこれ。で、多分ちょっとビール飲みまして、あとで日本語もっと簡単あもっと喋るもっと簡単。アルコール入れると日本語。そう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 です。そういうものなんですか。そうですね。へえ、なるほど。これはパワ ー。じゃあもうどんどん飲んじゃっていいですよ。飲んじゃっていいですよ。すいません、はい、あちょっとでもう一人、ね、こちらの方がいらっしゃってですね。そう、私のトランスレート。はい、はい、これあのここに姿を現して現してからみんなに分かるようにしましょう。こちらの方です。何かリアクションを。ないない。何やってますか。はい、ドラゴンリブレ選手でございます。ドラゴンリブレです。よろしくお願いします。まあ、あのジャックさんあの日本語堪能であるんですけども、まあ、細かい話とかあるとちょっとあれかもしれないということで、ドラゴンリブレさんにちょっと通訳をねお願いするとこがあると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、でも多分ほとんど日本語喋るんで。そうなんですか。大丈夫ですよ。ああいいよ。たまにちょっと例えばちょっと日本語わからないリブレ本当に、うん、日本語ででもジャック語を喋る。ジャック語、私の単語を喋る。だから簡単。ジャック語っていうのがあるんですね。ジャック語。へえ、ありがとうございます。ジャックさんはどうやってそんなにこう日本語を覚えてるんですか。なんかコツがあるんですか。いや秘密が。で本当に、あ例えば僕は日本語をあまり勉強しませんね。学校なんて言いますか。学校スクール、はい、スクールに、はい、に行きません、うん、いやでもあね難しい。いつも聞こえますだけすぐ携帯で。なんだっけ、right、はい、これなんと言いますか、なんと言いますか、なんと言いますか、そう、後でね勉強します。その勉強、でもだから いつも間違えた。間違えたね。日本語いやいや難しい。間違えても通じればいいんすよ。あとちょっとね長いいつ多分6年前初めて日本だから、うん、今そうもっともっと日本語欲しい。でもいや頑張ります。いやいやいやもうそれだけで伝わりますからね。全然普通に全然普通に喋ってますからね。なんかご先祖様がジャパニーズだったとかそういうわけではないですよね。そんなことはないですよね。おじいちゃんおばあちゃん。おじいちゃんおばあちゃん、あなたのファミリーで日本ジャパニーズハポネスだハポネスだと。あないない。そうそんなことはないと。ないいや結局そうじゃないかっていうぐらい喋れますからね。本当にね。でビールを飲むとまだまだ食べれる。そうすみません。はい、2人で乾杯してください。私もいただきます。はい、なぜかドラゴンリブレさんも飲むというね。はい、私もはい、乾杯。はい、まあこれはあのタッグね、脱会したということで。いやいやダメ。タッグチーム。あいやいや違う。パートナーが違うだろう。はい、というわけでございまして、1月3日に行われました新木場大会で、一旦返上した、KOC タッグのベルトを、ワンデートーナメントで、優勝して、元に戻したと。自分とこへ戻ってきちゃいましたね。そう、なんかこの前の、フリーダンスのトーナメント、ちょっと難しいね。ワンデイ、うんうん、トーナメント3回試合やりまして、はい、でもファーストマッチ、ね、空手バラモンと吹本健二、はい、やっぱり吹本健二デスマッチですっごい強い、本当にリスペクトしてます。でも空手バラモンね試合が面白かったけど、うんうんうん、いや、俺が勝ったね。そう本当に面白かった。でもイージーマッチ。その後ね、赤レンジャーズ、高橋佐々木と源太郎、
源太郎さん。そう、それもちょっとなかなか強いね、たかしと源太郎、うん、でもやっぱり正岡と僕はね、去年からいっぱいタッグティーンマッチ、多分今すごい分かる、すごいコンビネーションで I think 強い、うん、あと最後の試合ね、去年から杉浦トールとカモイ選手、はい、2人、うん、カモイ本当にやばい、めっちゃストロング、いつもキックで本当にやばい、カモイ選手、あとね、いっぱいハイフライヤームーブ、それはちょっと難しい試合、うん、あと杉浦たまにちょっとムカつく、 I think 杉浦もっとできる、おいおい本当に怖い、うん、でもははやっぱりまだ彼は面白い、若いなんだっけ、ノバットグリーンボーイじゃないけど、うんうん、そんな感じ、本当に I think 杉浦、私は杉浦のことを見ます、本当に I think グリーンボーイまだ、そうこれ本当に濃い、うん、いやでも今度リマッチがある横浜で、はい、いや面白そう、杉浦とるムカつくとどの部分がムカつく、ムカつく、多分私昔のビオレントジャックちょっと似てる、そう、いい選手、本当にいい選手けど試合で、あ、多分もっとできる、その私前ね、多分10年前同じ、本当に いっぱいことできました、でもビッグマッチどうしたの、そうだから、そうたまに例えば杉浦トール見ます、うん、ちょっとムカつく、それを、うん、でもやっぱり杉浦本当にすごいストロング、うん、エルボーまだ痛いやん、まだ痛い、そう本当に、でももっと欲しい、あ、そうね、うん、まだまだできるってことですね、これね、うん、いやー、しかし1回戦がね、空手バラモンさんだったっちゅうのもすごいですね、これね。すごい、すごい面白かった。空手バラモンみたいなレスラーはメキシコにいるんですか？ああ、そう。ああいうタイプのレスラー。多分がない。本当に空手バラモン、世界で、オリジナル。オンリーワン。空手バラモン、オンリーワン。誰が似てる？多分、ない。ない。ないね。ジャックさんから見ても。メキシコでいっぱい選手が、面白い選手がある。でも本当に、空手バラモンの感じがない。ね。そのスタイル、そのない、ない。ないでしょうね。そう、面白かった。本当に試合超びっくりした。彼は、あ、なんだっけ、バナナに、私、バンしまして、あれ？ちょ、マリオカール見たか、あれ。そう、わかる？バナナで滑っちゃったんですよ、ジャックが。ああ、はいはいはい。バナナの皮を食ったやつ、バナナ食ったやつをそのままリングでペッてやって、したらジャックそこ走った時にズルって滑っちゃったんですよ。そう。出たな、これまた。はいはいはい。なんだこれ、なんでやねん、本当に。なんでやねんですよ、でもね。フリーダム2はね、その葛西、武田、吹本、デスマッチファイターいっぱいいます。はいはい、それとはまた別空手バラも力そういますね。そう、力僕は力一回、あ、どこで、多分2年前横浜でやってるんすね。シングルマッチじゃありました。めっちゃ面白かった、本当に。彼はなんだっけ、チョップすっごいストロング、私もチョップ大好き、だから、うん、オールマッチチョップオンリーチョップマッチ、そう、ね、オンリーチョップじゃないけどそういっぱい本当にすごい痛かった、でも、うん、それがいい、それ本当にその試合欲しい。例えばね、力はチョップストロング、杉浦取るエルボーストロング、私、何も好き、キックもできる、チェーンレスリングで、レスリング、オンリーレスリングできる、デスマッチできる、ハイフライ、ハイフライあまりちょっと減った、私はちょっと減った、スワントンだけ、でも、それが本当に、だから日本の選手めっちゃ面白い、みんな、ちょっと例えば何がある
すごい本当にすごい面白い。うん、まあそんな中6年ですかフリーダムズに来て。6年。あ、私は初めて2012。そう、あ、じゃあ6年前か。6年前。はい。いや6年前ね、この日本にやってくる時に、まあ、どんなことを思って海を渡ってきたかっていうのを通じるかな。初めて日本。そう来た時分かる。そうそう、初めて日本。何思う。あ、何しん。あ、そう、いや、ちょっと面白いね。2012、あ、本当に僕は、あ、夏で、あ、ユニバーシティ終わりました、うん、その時 I think、 じゃ あ1年だけ、あ、プロレスリングやる、うん、その後私本当にリタイア欲しかった、うん、そう。でもメキシコで例えば試合プロレスリングだけ、あ、ルチャだけちょっと難しい、うん、でも後で、あ、フリーダンスいました、ジャック、アイロボーイ、その時アイロボーイと日本に来まして、うん、アイロボーイコムトジャパン、あ、私すごい、なんだ、緊張しました。あとね、超心配、日本とに、日本すっごい、あ、有名、メキシコの選手、みんなは、あ、ジャパンは一番有名、うん、一番、アメリカじゃない、本当に一番有名は、あ、ジャパン、みんな、だからみんな日本に来てみんなすっごい、あ、元気。その後ちょっとレベルアップ、メキシコで、例えば僕は2012日本に来まして、その後メキシコに帰る、私もっといっぱい仕事ありました、もっと試合、あともっとプロモーションや来てきて、だから、いや、本当にベリーベリーインポータント。でも僕は、あ、初めて日本1週間だけ、はい、いやー、本当に1週間まだやりたい、ジャパニーズレスラー、その時葛西と、あ、武田正史、 あの試合でも僕はもっと、ね、日本のデスマッチファイター、日本のプロレスラーやりたかった。 Next year、 2013、うん、そう、1ヶ月来まして、うん、多分 6マッチ、うん、でも私まだやりたい、そう、next year、 6ヶ月、今ずっとステイ、 I think まだ私の日本の、なんだっけ、モチベーション、まだ終わりません。本当にもっといっぱい選手のこと、試合やりたい。なんか聞いたところによると、あれなんですね、ニグロさんの紹介で日本にやってきたんですよね。あ、そうなんですか。あ、すみません、ニグロさん。そう、ニグロさんは、あ、なんだっけ、ヘルプしましたね、初めての日本に来て。ニグロさんがそのジャックさんと共通のお友達がいて、その人に何かこう日本で呼んでくれるとこないかって打診して、でそれを葛西選手に言って実現したということで、すごい、ディスティニーですね、運命。そうでも本当に、あ、例えば僕はあとアイロボーイ、many years ago、ね、いっぱい年前、あ、いつもビデオを送りまして、アオーストラリア、ジャパン、あ、ヨーロッパ、アメリカ、いつも DVD、送りまして、お願いします。でも、あ、そう本当に、例えば、そう、本当にびっくりした、初めて日本、うん、でも、ロングタイム頑張りました、うん、それ欲しかった。日本のどの団体に DVD 送ったんですか。ダメ。埼玉プロレスとかじゃないですか。違う。サバイバル飛び込む埼玉プロレス、違うんだ。それはなんか、それでもここに来たっていうのがやっぱりデスティニーですね、これね。そう、日本、何のどこがお好きですか。あの試合以外、ファイト以外の、カルチャーであったり、日本の好きなノーレスリング、はい、いやー、いっぱいがある本当に、うんうん、いやー、例えば、
日本の食べ物、うん、すごい好き、すごいうまい、本当に いつも、ね、わからない違うの人、違うの外国人の、僕は何も、ね、食べる、そうすごい、寿司、カレー、刺身、日本酒、全部全て好き。ローフード OK?そう、オフード、大丈夫、大丈夫、シーフード、あ、何でも、本当にめっちゃ面白い。あと、たまに、うん、あ、僕は、歩きます、歩きます、好き、本当にオンリー、あー、わからない、あ、どこ、1時間、ここから、あそこ、1時間、いや、歩きます、歩きます、あー、テンプロ、きれテンプロ、うんうんうん、そう、本当に、それが、あ、一番モチベーション in Japan、Every day is an adventure, is a new day in Mexico, メキシコで、僕は起きまして、いつも同じ食べまして、あとトレーニングに行く、みんなそう、オールわかるね、でも日本でそう、 Every day is a new adventure, this is 一番モチベーション for me、ファンの皆様がジャックはカレーが好きだと。そうみんな知ってる。そう、カレー大好き、カレー大好き、本当に。ベストカレーショップ。ああ、カレーショップあんまり、うん、食べませんか。クッキー。いつもそう、私できる、あとお客さんすごい優しい。いつも、うんうん、カレー、プレゼントします。本当にいつもプレゼント、すべて食べる。あららら、へー。カレー好きっていいっすね。そうですね。で、ジャックさんはメキシカンなのに、なぜいわゆるルチャリブレでなくデスマッチをやろうとしたのかと、これ日本のファンみんな知りたいと思うんですけど、なぜデスマッチをやろうとしたのか、はい、なぜデスマッチですか、はいはい、なんでなんでデスマッチ、はい、私のお父さん本当にプロレスルチャリブレファンです、僕は子供の時なんだっけ、Every week、テレビで、ルチャリブレを見ました、うん、お父さんといつも お父さんルチャリブレをルチャリブレ好き、うん、ね、でも僕は初めてデスマッチじゃない、多分ハルコアマッチ、を見ました I feel あ、それやりたい、そう、本当にそれやりたい、それやりたい、やりたい、痛いけど面白い、価値がある、本当に、そう、僕は多分初めてテーブルレイダーさん、チェアーズ、ラダーとテーブルとチェア、うん、それハルコア、私の街、で、うん、そのハルコア街見ました、うん、私その後僕はちょっとトレーニングしました。私の先生、ファースト先生、ファーストマエストロは、うん、クレイシーボーイ、彼は昔の、FMW とシロワン日本に来まして、うんうん、あとで、名前はフリオ・イスラス、スーパークレイシーの お兄さん、そう、本当にスーパークレイシーの先生も、だからいつもありました、ちょっとハルコア、ちょっとデスマッチ、そのレスラー、私の街ね、みんなちょっとエクストリームレスラーがある、うんうん、だからすごいやりたかった、アイドルデスマッチファイター、例えばその時、私ちょっと若い、の時、うん、ハルコープロモーションで僕は、BHS、 まだ BHS 買いました、うん、松永さんの、うん、BHS、 松永さん本当にすごいリスペクト、ミスターデンジャー本当にすごいリスペクトしてます、うん、そう、今いつもなんだっけ、東アスマステーションに来ます。デンジャーステーションに来ます。そう。へえ。本当にすごいリスペクトしてます松永さん。松永さんのどこが、まあ、そんなにこうグッときたのか、素晴らしいと思ったのか。何がすごい。松永さん何がすごい。うん、ああ、ね。
そう何が松永さんやっぱりめっちゃかっこいい、かっこいい、かっこいいのからが、あと多分メキシコ人のマーシャルアーツすごい好き、うんうんうん、松永さん いっぱいキックできま できる、うん、できました。あと超クレイジーマッチ、私初めて例えば 見ました、はい、スコーピオンマッチめっちゃわーなんだこれ、あとなんだっけ ピラニアピラニアデスマッチすごいびっくりした、あれそれめっちゃ面白かった、お父さんと見ました、あの BHS お父さんすごい心配でも今めっちゃ面白い、たまにお父さんに写真送りまして、今日デンジャースティックに来ました、お父さんまだリメンバー松永さん、そうめっちゃ面白い、お父さんとデンジャーステーキ行きたいですね。ああ、行きたい、行きたい、でもちょっと難しい。ちょっとリブレさんの佐々木殿に言ってですね、はい、お父さん呼ぶように言ってくださいよ、日本に、はい。家族を招待します、ね。そう、家族でデンジャーステーキね。はい、そう。行きたいですよね。いやけどピラニアマッチとか、うん、あのサソリですね、スコーピオン。そうそうそう、スコーピオン。マッチ見てたと。あ、そう見ました。そう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 。ねえ、もっと。いっぱいいっぱい試合本当に見ました、私た、ちょっと難しいだからいつも、なんだっけ、例えば名前あまりわからない、ちょっと早い、ね、あと例えば、BHS は昔の DVD 漢字、うん、だからいっぱい日本の選手名前わからない、うんうんうん、見ます、ね、そう、うん、見ます、あの人わかる、そう、それちょっと難しい、アメリカメキシコの、デスマッチファイター見てたのは誰だったんですか。いやデスマッチ本当にデスマッチだけ、じゃない、うん、例えばメキシコで私の一番の気に入りの選手は、うんうん、カネック、あ、エルカネック、カネックカネックカネック同じカネック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 すっごい、みんなマスカラスって言うけど、no, no, no. カネックカネック、そう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 カネック、うん、カネック多分ミルマスカラス日本で、すごい有名ね、うん、みんな知ってる、でもカネック本当にメキシコですっごい有名です、まだあとまだね、まだすっごい体 だから例えば僕は山折りします、で私今ちょっと大きい、でも本当にすごい若い、若いの時から邪魔折り しました、うん、エルカネックだから彼は あのムーブケブラドーラの あれカネック、そうそうカネックだから、あ、そう知ってた、そう知らなかった、へえ、カネック邪魔折りやってた、まあ、カネック邪魔折りいつも邪魔折りとケブラドーラやる、私ちょっとチェインね、山折りあとドブルブレイク、うん、それは、うん、名前ビオレントブレイカー、ビオレントブレイカー、そう、はいはい、そうで本当にカネックすごい好き、あとアメリカの選手、あ、カクトジャック、やっぱりカクトジャック、うん、すごいリスペクト、ミックフォーリーすごい好き、うん、ECW CGW 見ていたの、ECW いっぱい見ました。CCW もいっぱい見ました。例えばドレイク・ジョンがすごいリスペクトしてます。私1回、2回覚えてない。1回メキシコでドレイク・ジョンガと試合 やりました。そう、CCW のヘビーウェイチャンピオンシップマッチ、メヒコシティで、ドレイク・ジョンガと試合やりました。デスマッチ。それ、本当にめっちゃ面白い試合。お客さんで、YouTube であるそのビデオ見て。見る。そうそうそう。何年前あれ、多分。今10年前あの試合、うん、そうめっちゃ面白い、その本当にいい選手ドレイク・ジョンが、メキシカンはやっぱりメキシコの人はあんまりデスマッチやろうと思わないですよね、みんないわゆるルチャそうです、そんなになり手がいない、やる人いないんじゃないかなと、メキシカンは、どうなんですかそこは、いっぱい人があるけど、例えばちょっとまだアマテルデスマッチファイター、うんうん、あーまだ日本に来てないね、はい、ああそう、はいはいはい、あでも例えばメキシコで一番デスマッチレジェンドはデミアン666、うん、彼は今メキシコで一番レジェンドデスマッチレジェンド、あ本当に、一回すごい有名試合、デミアンバーサスサブー、うん
多分あれ初めてデスマッチ、メキシコで、それは2000、あそうそうそう、サブバサスあーデミアン66、すっごい面白かった試合。サブダミアンは昔 FMW に来てて、あそこからまあメキシコに持ち帰ったね、あれですもんね。ま、ま前その時の前、なんだっけ、ティフォーナでいっぱいデスマッチ、ハルコアマッチ、あ試合がしました。でも多分一番有名、例えばスタッド、本当に、ルチエクストレマ、うん、そうメキシコでルチエクストレマはデスマッチ、ルチエクストレマスタッドは2000、ダミアン VS サブ、その後元選手が、元選手、あとプロモーション、モアプロモーション、デスマッチプロモーションが、スタッド。あ、日本のファンはもっともっとたくさんあのメキシカンのデスマッチファイター見たいと思っております。ああそう、それわかるな。例えば初めて私とアイロボーイ、うん、後でミエドと、うん、あ、まあ、シクロペ、後でミエド、うん、あ本当に、メキシコで今いっぱいデスマッチ選手がある。でも日本のデスマッチレベルすっごいよ、上、本当に本当に一番、世界で一番デスマッチはに日本のデスマッチファイター、メキシコのデスマッチファイター、今の若い、デスマッチファイター I think まだまだ私も欲しい、そう、モア選手、でも僕はあ彼に、見ます、試合見ます、まだ、でもすごいすごい、あルチャー選手いっぱい、本当にいっぱいがある、いっぱいある。でもデスマッチだけそれがちょっと違うね。そう、ちょっと different、 it's different。 I hope I want but maybe one day、うん、あでもいっぱい選手がある、多分来る、うん、いつわからない。でも、うん、それも佐々木隆さんにそうです、ね、ぜひぜひ、はいはい、お願いしたいと思いますけどね、はい、まあそんな中ですね、もう今やもうフリーダムズではね、もう人気者となってですね、はい、フリーダムズのファンの皆さんも認められてるね存在でございますけども、はい、実はですね、こちら、こちらの番組の、視聴者の見てる人たちの投票で、昨年の、はい、このプロレス業界のベストバウトでジャックさんと武田雅史選手の試合がベストバウトにセレクト、こちらの番組で、されました、5月の。あそっかそっか、はい、かと言って何も出ないんですけど、はい、商品ないですけども、はい、みんなでジャックさんと武田選手の試合がベストマッチだと、はい、あ、はい、そう、わかる。でもちょっと、いやフラストレーション、あはい、フラストレーション、はい、フラストレーション、あそう、私負けたから、そう、本当に去年の私の一番試合は本当に武田と、うん、あの試合でも僕は負けた、それがちょっとダメあでもやっぱり、その時僕は、うん、あね、私のためにやりたかった。でもいや、It's not my time、 武田のタイム、あと武田すっごいいい選手、本当に彼はスタミナすごい、あと超速い、あと、パンチめっちゃストロング、そう、本当に very crazy、クレイジーガイ、クレイジークレイジー、あの人本当に本当にクレイジー、そう、クレイジー、ジャパニーズクレイジーは、あ、大丈夫、テレビで、あの人本当にバカキ違い本当にバカキ違い、そう、いやでも超面白かった、うん、いや今年も武田と試合やりたい、でもいつわからない、いやいや、うん、ゆっくりで、うん、フリーダムズの、試合の会場のオーディエンスのリアクションどう感じてますか？ああね、たまに例えばミエドとそれを話しました。はい、あミエド例えばいつも緊張する、うん、あ例えば葛西さんと試合やる、あみんな葛西だけね。あそうミエドいました。それ一
一番嫌だ、そうそう、ちょっと緊張します。でも私一番いい、それ、うん、例えばお客さんは、例えばすごい笠井さん、コール、はいはい、コール、私それめっちゃ、そう、本当にたまに私のこんなみんな笠井笠井武田武田どんどん高橋忙しい、私すごいスマイル、それそれ一番一番面白い。あとで多分みんな、うぃーかわいそうかわいそうお客さんでもでもすっごい、あ、いつも本当にお客さんありがとうとか、すごいリスペクト、私にすごいリスペクトしてます、うん、本当に、あね、あ、たまにちょっとバカ外人、ちょっと悪い人、ちょっとルード、ヒール、I don't know、 でもお客さんすごいリスペクト、いつもありがとうございます、本当に、うん、本当に。でもね、フリーダムズのお客さんちょっとうるさい、それ一番一番面白い、あ、ちょっとメキシカンの感じですね、見た、似てますね。そうそうそう。ブワーっていう。そうそうそう。ね。そうそうそう。すごいすごい。グルーヴがあるじゃないですか。そうそうそう。多分あ、ね、たまに試合で、あ、お客さんちょっとうるさくない？なんて言いますか。あまりでもお客さんすっごいね、アドレナリン。たぶんもっとクレイシーもっとクレイシー、うん、あーで、ウェイクアップできるスタンダップ、それそれ本当に一番パワー、うん、試合で一番パワー、うんうん、もう一つのデスマッチやってる団体ビッグジャパン大日本プロレス、気になりますか。私オールプロモーションやりたい、オールプロモーション、うん、オールプロモーション本当に、なんだっけ、ビッグジャパンはプロレスリング、ノア、ノア、シロワン、オールプロモーション、うん、オールプロモーションを私やりたい、ノアなってほしいな。そう、そう、例えばプロレスリング、ノア、私そう、デスマッチファイターの一番リスペクトは、うん、あ、松永さん、はい、あ、プロレスラーは、うん、ケンタコバシさん、おー、すごい好き、ほう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 、ケンタさん、うん、本当に、あと本当に私、オールプロレース、オールルチャー、オール、レスリング、オールスタイルス好き。去年、例えば、DDT プロレスリング、はい、試合やりました。めっちゃ面白かった。あと、ちょっと違うのお客さん、うん、それもいい、本当に。そう、本当に、例えば、大日本プロレース、ね、やりたい試合。でも、いつもわからない、うん、まだ大丈夫大丈夫、熟りで、I have a long long time no problem、 いつかやってみたい、そう、いつかそう、いつかやってみたいビッグジャパンの選手いますか、いつか、いつの日か、いやー、いっぱい名前がある、いっぱいあるね、伊藤隆二に言えば、うん、ドラ小林試合が、あ、ドラ小林、ね、はい、ネバー、あと、あ、そう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 、あと、例えば、ノーデスマッチでも、うん、あ、ね、関本大輔、おー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 、すごい面白い、そう、あ、はい、本当に今ごめんなさい、いっぱい名前、大日本だけじゃない、うん、本当にオールプロモーション、オールプロモーション、あ、めっちゃ面白い、見たい、そう、うん、そうそうそう、いや、私も見たい、これも佐々木隆さんに、はい、ちょっと言ってくださいね、はい、本当にね、今日出た案件は本当に山根さん、すべて伝えておきます、はい、はい、ちなみに、ドラゴンリブレさん、どんな人ですか。いやちょっとバカっなんだそれ一体いや本当に、うん、いや頑張ってね頑張って助けに来たんで頑張ってなるほど、ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで、あまりこうね、ファンの皆様がジャックさんにこう質問することなんか機会ないと思うので、ちょっと 1,2 個皆さんジャックさんに聞きたいこと、クエスチョン、ファンから、はい、早もん勝ちでございます。リブレさんはセクハラ野郎なんですか、ここに書いてありますけどね。だから以前ここに出た時、あ、その風になったんですね、はい、いろいろあったみたいあ、いろいろあったんですね、はい、はい、カレー、何カレーが好きですか、ビーフ、チキン、ポーク、あ、例
ね、ビーフチキン、あ、それ大丈夫、うん、でもたまに例えば甘いは、ああ、ちょっと難しいのか、難しい、うん、難しい、ちょっと難しいのカレー、 あまり好きじゃない、甘いダメ、甘いちょっとダメ、あ、うん、普通のカレー一番美味しい、辛い、あの、トゥーマッチ辛いのもダメ、辛いがいい、でもたまにお腹痛い。はい、ジャックさん、日本の女の子はどうですか？日本の女の子、終わらない、あの単語終わらない、何何終わらない、女の子知らない、いや、なんか、日本の、女の子すごい可愛い、すごい可愛い、本当にそれだけ。それだけ。はい。小橋さんの試合ですごい覚えてる試合。ベストマッチ。ベストマッチ。小橋さんベストマッチ。小橋さん。小橋さん。はい、ああ。多分アメリカでリングフォーの。あ、小橋さんバーサーサモアヨー、ああ、はい、あれ、あった、あった、こういう面白かった試合、うん、本当に、へえ、今あれすぐ、うんうん、覚えてます、あれ超面白かった、サモアヨーバーサス小橋さん、テレビで見た、あ、違う、多分 DVD で、 DVD で見た、ああ、へえ、ジャックさんご本人の今までで一番思い出残ってる試合は、私のベスト、ベスト、ああ。いやー、いっぱいあるね、いっぱいいっぱいがある、うん、でも、いつ2年前、うん、な、1月な11月、正岡とノーカンバースデッドマッチ、キノフリードズのチャンピオンシップ、うん、マッチ、その試合ちょっとスペシャル、あ、スペシャル、本当に、うん、僕はと正岡と、うんうん、正岡ちょっと、ね、今タッグティームすごい分かる、うん、分かる、でもすごいライバルでした、 あとその時ちょっと面白かった、いつもお客さんね、私バサーズ違うのの人、お客さん、あの人頑張れ、うん、あの試合いっぱいたくさんのお客さん、はい、ジャック頑張れ、あれ本当にちょっとあと私が勝ったお客さん、うん、嬉しかった、うん、でそれちょっとスペシャル、そう、本当にスペシャルマッチ、マイハート、本当にちょっとスペシャル、あの試合、わかりました、あれはね、にマットを剥がしたんですね、そうあれね、いただけです、あれはすごかったよね、今後ジャックさんやりたいこと、あなたのドリーム、夢は、いやね、私ドリーム夢、好きじゃない、な、本当にエブリデイイサニューアドベンチャー、さっき言いました、うん、ニューアドベンチャー、エブリデイ、今ネクストマッチ、今度の佐々木隆プロデューサー、はい、東京ドームの大会、はいはい、それ I think、うん、あと横浜で NEXT KING OF FREEDOM タッグティームチャンピオン、夢あんまり好きじゃない、Every day is a new adventure, Every day is a new day、 I don't like dreams、 うん、じゃあもう一番近い東京ドームのね、はい、そう、東京ドームで試合できるそう、すごいこと、すごいそういう、本当にありがとう、今年は僕は初めてニュージー、はいはい、日本でニュージー、そう、めっちゃ面白い、うわ、超嬉しかった、東京ドームで試合、うん、ね、いつも、12月のクリスマスの後でメキシコに、うん、帰りましたね、毎年、はい、メキシコに帰りました、でも今年ずっと日本で、ファーストなんだっけ、ニューマッチ、うん、東京ドームで、おお、めっちゃハッピー、よかった、帰りません、よかった本当に、はい、なのでこの、群雄割拠としてですね、1月15日に、東京ドームで開催されますので、もちろんこれ一般の方も入場できますので、東京ドームでジャックさんの試合を見てほしいなと思うわけでございますね、
はい、でジャックさんには東京ドームの、スタンドから飛んでください。一番上からピョーンと。おいやだやめだ、いやいやバカ怪人バカ怪人。いや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 、ダメ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 か。私やなんだっけ、高い高いとこ苦手やつ。え、めまい、めまい、ほんとにめまい。ほんとですか。ほんとにほんとにダメダメ、めまいめまい。そう、私昔のマサオカとスカッフォルデスマッチやりました。いやめっちゃ緊張、超やばかった、超怖かった。そうなんだ。そう、え、いつ多分その試合の1週間前、あ、新木場ファーストリングで、あ、なんだっけ、スカッフォルがある。私スカッフォル見てました。どうしようどうしようどうしよう。私ちょっとトレーニーちょちょちょ、え、本当に登ってない、できなかった、スタンダップできなかった、できなかった、めまい、めまい、本当に、本当にめまい、ぐる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 。いやけど、試合ではね、でも、試合で、ね、大丈夫だった、多分試合で、うん、あ、ビオレットジャック、うん、そう、大丈夫だった、大丈夫だった、じゃあ東京ドームも大丈夫だと。いや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 ダメダメ、無理無理。はい、ですので、東京ドームでジャックさんの試合見ていただきたいと思います。じゃあ、ジャックさん、最後にですね、はい、見ている人たちに、メッセージお願いいたします。どうもありがとうございます。本当にお客さん、日本人のお客さん皆さん、いつも応援します、ありがとうございました。今日初めてニコプロもありがとうございました。ニコプロ言ってくれてありがとうございます。じゃあ、うん、またね。また来てくれます。お願いします。本当、ありがとうございます。ありがとうございます。カネックの話しました。あ、よで、ジャックさん、あのですね、サインを書いていただきたいんですけど、あの壁の、あ、オッケーオッケー、よろしいですか。はい、よろしいですか。すいません、はい、相手のとこデカデカと書いていただいて結構でございますので。いやー、ドラゴンリブレさんの通訳もなかなかのものでしたね。はい、いや、私はあの日本語からジャック語に変換するだけなんで。どれがジャック語なのかよく分かんないですけども。大丈夫？ OK です、 OK です、ね、はい、どこが日本語でどこがジャック語なのか我々ちょっと見分けがつかない。いや、なんすか、ジャックとずっと話してれば、ええ、ジャック語が見えてきます。見えてくるんだ。はあ、い、それはいわゆる日本語でいわゆるスペイン語ともちょっと違う。違います。日本語でもないですし、へ、英語でもないですし。ありがとうございます。なるほどね。じゃあジャックがね、そこでございます。はい、これがジャックさんのサインでございますね。こちらでございますね。はい、ちゃんと刻んでいただきましてありがとうございます。はい、 OK でございます。OK、はいはい、というわけでございまして、お座りください。本日のゲストはですね、まだまだ、フリーダムスで、暴れまくると思われます、ビオレットジャックさんにお越しいただきました。そして、ジャック語への通訳は、はい、ドラゴンリビレさんでございました。はい、ありがとうございます。はい、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。